さんこんにちは。小川動物の僕でーす。今日はね、ちょっと動画間空いちゃいましたけど、またジョコとの動画アップしたいと思います。元気ですよ、相変わらず。うん、はい、ちゃ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 、痛い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 ですよ。よいしょ、よいしょ、パクって噛まれた、パクって。餌結構食べたんですけど、まだお腹空いてるかな。ちょっとバナナ食べてみようかな。食べてますね。し、最近この子ワーム食べるんですよね。ワームを。あ、もう美味しいか。ちょっとあげてみようか。このね、乾燥ワーム、これ結構好きですね。ちょっとあげようかな。はい、なんかスナック菓子を食べるように食べてきますね。ポテトチップス感覚だね。あれ、おしまい、おしまいですか。まあさっき結構食べたからな。チョコね、あ、やっぱ食べるんだ。ね、美味しいでしょ。まだまだあるよ。2粒ほどあるよ。食べてすごい力、だんだんね、力も強くなってきて、動きも前よりね、なんかすばしっこくなりましたね、気持ちね。よく動きますよ、本当に。いたずらっ子で、もう1歳になったからな、お前もな。うん、1歳になったね。分かった分かった、1歳だからな。ね、もう赤ちゃんじゃないもん、赤ちゃんか、まだな。よいしょ、かさか。うん、じゃあか。食べな。食べな。こけた。こけたよ、今。こけましたね。ダメだ、それかじっちゃうな。ちょっと食べる、食べないかな。チョコほらあるよ。うわ、もうこんな感じですね。ちっちゃいやつね。赤鼻グマとかはね、まあ、これも食べるんですけど、ジャイアントウィールアームの方を食べてますね。でっかいやつね。ちょっとね、赤鼻グマの花道がね、体調あんま良くなくて、今ね、結構病院連れてったりとかしてるんですけど、まあ、夏、まあ、こんだけ暑いんでね、ちょっと体調崩しやすいんですかね。ちょっと病院の先生なんかに聞いても原因がわからないっていうことなんですけどね。本当にでも気をつけないとね。まあ、こいつは全然いたって元気です。ね、
気配はしてる。おいしい。これ好きだね。ね、これでゆっさゆっさ揺れるのいいんだよね。ピッピッピッ。ね。いいね。モンキースタイル、モンキースタイルな。ね、こうやって遊ぶの好きなんだよな。そうな。おいで。飽きてきた？まだ？よし、じゃあもうちょっとだな。ちょっとオカメインコの鳴き声に合わせてこいつも鳴いてますね。子たちはみんなあれですね、なんかバナナ大好きですね。基本バナナ食べない人いないです。まあ、ミーアキャットのパピがあんまりバナナ食べないかな。あとまあカメも食べますし、ウサギも食べますし、ね、あのプレリードッグのラオウも最初あんま食べなかったですけど、今じゃ大好物ですからね。ここはもう食い散らかしていったかな、後で片付けないとね。本当ね、お猿さんは賢いんですけど、トイレとか覚えられないんですよね。なんで皆さんおむつつけたりされる方多いと思うんですけど、うちもね最初はおむつつけてたんですけど、もうすぐ外しちゃうんで、もうこのノーガード戦法で行くことにしましたね。ね、もうね、しちゃったらしょうがないかなっていうね。もうちょっと食べるかな。食べそうだな。分かった分かった、食べそうだな。ちょっと待って、はい、ちょこちょこ、いるいるいるね。持って帰っちゃった。ああ、持って帰って、しかもなんか放り投げちゃった。まだ食べる流れでしょう。食べよう。ラムいいよ、ラムでも、ラムでもいいんだけど、遊びたいのかな。な、まあな、基本的にゲージの中にずっといるもんな、退屈だよな。ちょこ、うん、ちょこちゃん遊ぼう。遊ぼう遊ぼう。はい。な、来たよ。はい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 、
ね、なんか乗り物に乗ってる気分か。よじ登ってきちゃった。じゃあか。ねえ。本当にね。まあ、人懐っこい子でいいですよね。うちに来たの、うちに入ったの。最初はね、チョコをこっち来て、まあ、何ヶ月か経った時はまだ腕の力があんまりなくてね、なんかこの扉とか開けるのにも手の力あんまなかったんですけど、なんか引っ張る力とかすごいついてきました。痛い痛い痛い、ほらね、痛い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 ね、ついてきたんだな。噛む力もな、強くなったな。キキ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 キ、そうにしてるな。ポロポロこぼれたよ。こぼれたよ。食べるの。美味しいですね。美味しいですね。
動きが様になってきましたね。上り下りとかね。前公園連れた時なんか本当木から落っこったりしてましたからね。お猿さんらしからぬね。来てくれー、来てくれー。なんか食べてね。あ、中にワームが少しあんだね。サクサク食べれます。スナック菓子みたいに食ってますね。サクサクってバナナも落ちてますね。まあ自分のお部屋で食べる方が落ち着くのかな。いいねえ、うん、いいねえ、うん、いいねえ、うん、ちょ、うん、いい顔してるなお前な、うん、目がクリックリやな。これがいいの？はい。わわわわわわわ。なんて言ってるんですかね。な。なあ、会話できたらいいのな。お腹すいたとかさ。なあ、今日はどっか行きてえぞとかさ。な。でも表情豊かなんでね。まあ、なんとなくこうなのかなーっていうのはわかりますけどね。どうしたどうした、ワーム切れてきた。結構あげたよな。バンダナも1本まで食べてないか、まあ、3分の2ぐらい食べたでしょ。結構大きいバナナで、リンゴもさっきカットしてきてあげたでしょ。なあ、モンキーフードもちょっと食べたでしょ。でワームも今むしゃむしゃ食ってるでしょ。ほら、なあ、あとちょっと水飲もうかな。脱水症状になっちゃうから、熱中症だ熱中症ね。多分熱中症あるんだろうな、やっぱな、暑いとな。まあここの部屋結構ね、あの快適な温度には保ってるんで大丈夫だとは思うんですけどね。でもまあ水分はしっかり取らせないとな。
来た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 今日はね、こんな感じでチョコちゃんのね、まあ、いつもの動画ですがアップしてみました。皆さん、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あらららら、なんか影に隠れてったぞ。いいね、またね、さよなら。